です。佐久間です。皆さんは日本へ行った時、どんなものを買いますか？ドラッグストアで日本の化粧品や薬を買うという人も多いですよね。今日はドラッグストアでの会話を紹介します。では、一緒に練習しましょう。すみません、風邪薬が欲しいんですが。はい、どのような症状ですか？喉が痛くて、咳も出ます。でしたら、こちらか、こちらのお薬がおすすめですよ。熱はありますか？はい、少しあります。じゃあ、こちらは解熱剤が入っているので、頭痛にも効きますよ。そうなんですか。じゃあ、これをください。ありがとうございます。目薬はどこですか？こちらでございます。わあ、たくさんありますね。おすすめはどれですか？どのような症状でお悩みですか？そうですね、パソコンを使う時間が長いので目が疲れるんです。疲れ目でしたらこちらがよく売れていますよ。これコンタクトの上からでも使えますか？ええ、コンタクトの上からでも使えますよ。そうですか。じゃあこれを10個ください。申し訳ございません。そちらはお一人様2個までとなっております。そうなんですか。じゃあ2つお願いします。かしこまりました。これが欲しいんですが。はい、少々お待ちください。すみません、そちらの商品ただいま品切れとなっております。そうなんですか。申し訳ございません。乳液をお探しですか？はい、乾燥肌で困ってるんです。でしたらこちらがおすすめですよ。保湿力は高いんですけどベタベタしないんですよ。そうなんですか。これ使ってみてもいいですか？申し訳ございません、そちらはテスターがございませんので。そうですか。ドラッグストアへ行ったら今日紹介した表現を使って店の人に自分の症状を説明してみてくださいね。それでは今日はここまで。今日紹介した表現以外にも知りたい単語や意見などがあればコメント欄にコメントしてください。ではさようなら。